みなさんこんにちは、ぐっさでーす。今日はちょっと時間がありませんですので、早速いただいたツイートから読んできます。どうぞ。私はパート88から90で作られた斬新な経験値トラップの回が大好きです。闘技場スタイルとか面白すぎてビータ版ですが真似してしまってぐらいハマらせていただきました笑い、ということで、いただきましたツイートありがとうございます。パート88から90にかけて作った経験値トラップということやったんですけれども、まあ動画3本分に当たるツイートになっちゃうので、今回ちょっと動画の方はねダイジェストを88だけにしております。なんで、またあの89、90のいいところツイートしてくださった方がいらっしゃったらそれをね、採用して、ダイジェストを作りたいなと思いますので、できればねあの別の方でパート89、90の見どころなどを、教えていただけるとありがたいかなと思います。では、ダイジェストの方ね、なんか自主規制でピーって言ってたんですけどもう何言ったのか自分ではもう今や覚えてないですっていう、はい、ところというわけで見ていただきましょう。どうぞ参ります。はいはい。皆さんこんにちは。こんにちは。間違えました。もう一回言っていいですか。いいですよ。皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプレイです。トリジンです。スケルトンスポーナー完成させたいなって思ってたんですよね。あ、いや、村さん完成とおたけびを上げてたじゃないですか。あれを完成と言うんだね。いや、あなたが言ったんですよ。我々は言ってないですよ。ありがとうね。これでトリジン。やばいやばい、飛んできた。飛んできた。ちょっとハリーさん。ああ。ああ。何してんの。マックスフライ。テレビこの、テレビこの、この。よし、危ねえ。え？何があったマックスフライ？夕日が沈んでいく。やっぱまた壊れるパターンだ。経験値トラップ作るぞ。今からここを19マス掘ります。今からたくさん掘り掘りするよ。私が健康診断でバリウムを飲み、そして下剤を飲んだことによって肛門活躍菌が肛門あの活躍しだしましたので。やめろ。使えよ絶対。それ使うも使わないもあんた次第なんだからな。まあな、使えよ。おやちゅみ。ああ、よく寝たんじゃなくて、はい、というわけで、どうだったでしょうか。またね、ツイートの方、どしどし募集しております。先ほどね、あのパート89、90の、見どころ、よかったらと言いましたけれども、何でもいいですよ。何でも、面白かったところ、ツイートしていただけると、ね、採用した方には。プレゼントをお送りしておりますので、これからもどしどしよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。